砥部町大南の伝統産業会館でヨハンナ・グリクセン洛西コレクションつなぐが開かれています。これは京都から世界にインテリアデザインの発信を目指すデザイン事務所の洛西が北欧フィンランドを代表するテキスタイルブランドヨハンナ・グリクセンとのコラボレーションにより生まれるインテリアコレクションを焼き物の里砥部町で展開するものです。会場にはつなぐをテーマに瀬戸内の四季を表現されており、日本の失礼を取り入れた間仕切り、モダン感覚の畳、そして砥部焼の器などおよそ50点が展示されています。ヨハンナさんのデザインの特徴はですね、縦横の非常に日本の空間にも溶け合うものとなっておりまして、特徴的に表現されております。青い下にカーペット状のものを引いておりますけれども、これは瀬戸内の海をイメージしておりまして、正面の方には瀬戸内海、瀬戸内の海をですね、大きく展示しております。我々の洛西の方が京都から発信することと、あとフィンランドヘルシンキ、ヨハンナ・グリクセンさんをつなぐという形に、そこに四季を表現してですね、いろいろな形で展示しておりますので、お楽しみいただいたらいいかなと思います。購入に関してはですね、今後この展示会が終わりましたらカタログ、そういったものをですね、正式なものを発表させていただいて、来年あたりぐらいからは販売していきたいなと思っております。清志釜の山田さんであるとか、六甲釜の亀田さんで、今回風鈴とかそういったものを全て展示させていただいているんですけれども、これからですね、やはり砥部の町を我々の方も世界に発信していきたいですし、やはり日本の美しさ、そちらをぜひフィンランドとのコラボレーションによって世界に発信したいなと思っております。 It was hard work to make it. So my, I was really happy when it was ready. So I think it turned out fine. And we were pleased with our work, I think. And yesMaybe the way they use clay and which color the earth or the material, and so in which way traditionally it was used in this region, I think that is an important thing to think about. And then we have worked on the colors of the surface color of the products, yes, to try to put these things together in a way that fits nicely. So we don't want to take away anything from the original material, but we want to add something maybe modern or new.We'll see what we can come up with. First, I think we have to gather the impressions and what's happened here, so then we can go further and see what is coming up next. So everything is like step by step.ついつい私、絵付け師なんで、花とか何かをこう物体を描いてしまうんですね。そういうんじゃなくて、幾何学模様とかそういう色分けとかでシンプルに、自分を表現されているっていうのが、もう私にはないところなんで、すごく羨ましくもあり、もう本当すごい素敵なデザイナーさんだなとは思いました。世界へもどんどん発信していきたいっていうすごい大きな夢があられるお二人方でのお仕事だったんで、砥部焼がそこに、お手伝いできて、一緒について行ったらすごい別世界をいつかまた見せてもらえるのかなと思って期待はしてます。文化の融合により生まれる新しいインテリア空間の世界を楽しむことができます。ヨハンナ・グリクセン洛西コレクションつなぐは10月30日まで砥部焼伝統産業会館で開かれています。